ブエナスタルデス、アミーゴス、どうも、PJLL のウッパハロンです。はい、今日はですね、まあ、前回東京ドームの対戦カードを発表したわけなんですけれども、その対戦カードの試合、勝敗予想ですね。勝敗予想をする前にですね、とんでもないニュースが、とんでもなくないのかな、とんでもないニュースがちょっと入ってきまして、まあ、それを見た気持ちをですね、素直にちょっとお話ししてみようかなというふうに思っております。まあ、題して、The New Beginning で始まる国内興行のネクスト化ということでございます。まあ、ネクスト化って言ってもですね、ネクストっていうのは 何かっていうとですね、アメリカ最大のプロレス団体といえばですね、WWE というのがあるんですけれども、まあ、簡単に言うと、WWE っていうのはトップの選手たちが集まってプロレスを展開しているんですよね。で、その WWE の舞台を目指して、戦う選手たちがこのネクストというところにいます。簡単に言うと、だから WWE が1軍でネクストっていうのは2軍選手みたいな、2軍っていう感じなんですよね。で、そっからその WWE に昇格したりとかっていうのをやっているっていう感じでございます。で、まあ、このネクストの中には今戸澤選手でしたっけ、戸澤選手とか、あと、ノアから行った、ケンタ選手でしたっけとか、が男性陣では確かいますよね。そして、女性陣では、カイリ・セインとかですね、白井伊代とかですね、選手とか、が今は確かいるはずですね。まあ、そういうところになってるんですが、まあ、そのザ・ニュービニング、ビギニングで始まる国内興行のネクスト化ということで、一体何が起こってるかっていうのはですね、ちょっとその、ザ・ニュービギニングで何が始まったかっていうのを、見ていただかないとわからないと思いますので、その、ウェブサイトをね、公開することはちょっとできないので、そのウェブサイトの内容をもうここで読み上げたいと思います。はい。来年1月30日から2月2日、札幌大会と同日程でアメリカ2大会が開催。The New Beginning USA ロサンゼルス大会、ノースカロライナ大会ということになっております。はい。で、これはですね、ワールドタッグリーグの一夜明け発表記者会見。で、菅林会長から語られた内容がウェブで文章化されているわけなんですけれども、はい。まあ、ザ・ニュービギニングの USA の大会というのが、2019年の1月の30日、2月1日の2日間で行われると。そして、日本国内では2月2日、2月3日にザ・ニュービギニング・イン・札幌、北海道鍛える大会が開催される。で、これにはですね、国内の大会に参戦しない選手がアメリカ大会に参戦することになるということになっております。そして、菅林会長のコメントなんですけれども、こちら、ですね、現地時間2019年1月30日から2月2日にかけ、アメリカ2地域にてザ・ニュービギニング USA を開催いたします。開催地はカリフォルニア州ロサンゼルス、ノースカロライナ州シャーロットとなりますと。新日本プロレスは2017年7月の G1 スペシャル in USA 以降、2018年3月、7月、9月と計4回のビッグマッチを開催してまいりました。また2018年3月には LA 道場を開設、柴田選手をヘッドコーチとして3名のヤングライオンをデビューさせることに至りました。今回実施する大会はビッグマッチ開催、新人選手育成に続く新日本プロレスアメリカ展開3つ目の施策となります。新日本プロレスの魅力はリング上にあると考え、
そのリング上の戦いをアメリカ各地で観戦いただける機会を増やすことを目的に実施いたします。また本大会は2月2日3日に日本国内で開催するザ・ニュービギニング・イン・札幌と同日程となっており、国内大会に参戦しない選手がアメリカ大会に参戦することになります。これは日本国内のスケジュールに左右されず、アメリカでの大会開催を増加させることを目的としています。ビッグマッチ開催、新人選手育成、そしてアメリカツアーの施策を3本柱とし、新日本プロレスの戦いを全米のプロレスファンに体感していただきます。そして新日本プロレスワールドによる日本の試合も含めた映像観戦、 YouTube による新日本をより深く知るための映像の視聴を合わせ、新日本プロレスの魅力をより感じていただくことでアメリカファンの拡大を図りますというふうにですね、コメントというかですね、発表がされておるわけでございます。はい、まあついに始まりましたね。海外戦略が本格的にということになっております。そしてまあ菅林会長のコメントによればですね、国内大会に左右されずにアメリカ大会も行いますよということみたいなんですが、ですね、まあ2018年の下半期あたりからですね、まあエリートバレクラ騒動とかね、エリート騒動とかいろいろありまして、海外戦略の色がどんどん新日本プロレスっていうのは強まってきてるわけなんですよね。で、一応その先ほどの文章の中にはですね、その国内大会に参加しない選手が海外の大会に出るんですよっていう書き方をしてたんですけども、まあこれはね、ある意味なんていうんですかね、国内ファンにちょっと気を使ってるのかなという気がしますよね。うん、まあ実際この北海道の大会にの対戦カードとかも当然決まってないので、じゃあ誰が、参加するんだということになってくるわけなんですけれども、じゃあわからないわけなんですよね。で、わからないんだけど、そのカードが発表される前に基本的にはチケットを押さえないといい席取れないし、まあ北海道ですから、例えば飛行機で移動するような遠征組みたいな人もいると思うんですよ。で、そういう人にとっては例えば宿泊先も押さえないといけないしとか、いろいろあると思うんですよね。で、にもかかわらずそのアメリカと北海道で同日程で試合しますよ、でアメリカ組と要するに日本組と分かれて試合しますよってなるわけなんですけど、まあこの今の会社の性格上、なんていうんですかね、海外戦略を強めたいわけですから、より魅力的な選手をどっちに連れていくかっていうのは、まあおのずと明白ですよね。はい、それはアメリカの方になるべくいい選手を連れていきたいと思いますよね、心理状況として。実際そうなるかは分かりませんよ。ってことは、じゃあ国内に誰が来るんですかと、自分の好きな選手来るんですかと、いうことになって、多分北海道大会に参戦される、もしくは参加しようとされている皆さんは、まあ、非常に不安だったりとか不満があったりとかされるのかなというふうには思ってます。まあ本当こういう状況になってくるとですね、さっきも言った通りなんですけど、結局その海外展開に力を入れたいわけですから、そうすると海外の方に人気選手を持っていく可能性がどんどん高くなってきますよね。はい、まあそしたら、じゃあ人気選手がいる方がたくさんいる方が当然
一軍みたいな扱いになりますよね。はい。そうすると、要するに日本の国内興行というものは、例えばネクストスター的なことですよね。次のスターだったりとか、まさしくヤングライオンとか、そういったメンバーでの試合を、見ることになるんじゃないかっていう可能性がすごく高まったんではないですかって思ったわけです。今回のこの発表において。となると、その WWE が1軍で、NEXT が2軍ですね。っていう WWE システムみたいなものを結局取り入れるんですよねってことになると思うんですよ。はい。日本の興行に左右されずに、アメリカの興行もやります。それも、それが3本柱の、一つです。ってなったら、アメリカ、人気選手をアメリカに連れていく可能性の方が高いんじゃないですかと、ああいうふうに思ってます。これはもう本当言い方ひどいかもしれないですけど、もしそれが本当にそういうことが起こり始めたとしたら、新日本プロレスっていうのは、メイドインジャパンのものを結局その海外に持って行って興行するっていうわけじゃなくて、単純に新日本プロレスっていう名前だけが残るっていうことに多分もう今後はなってきますね。はい。つまり新日本プロレスという名前をつけた団体を海外で展開するということと同意だと思うんですよ。同意意義だと思うんですよ。まあつまりこれはですね、まあちょっと過激な言い方をしてしまえば、新日本プロレスは今後徐々に海外に売却されるってことです。ある意味。買収されてるってことです。はい。いや、買収というものはないのかもしれないので、まあ要は売却されてるんですよ。海外に売りに出されてるみたいなもんなんですよ。はい。だからこれがおそらくですけど、そのメイ社長に何回か僕は言って、この YouTube チャンネルの中で言ってますけど、海外戦略をある程度説明した方がいいと思うんですよっていう話をね、何回かさせていただいてると思います。でもそのメイ社長のコラムの中でそういうものすべてを説明するのは野暮じゃないですかっていうことを言ってたんです。言ってて、ああ皆さん、ああそうかと、確かにそういうのは野暮かもしれないねって感じてる人も多かったと思うんですけど、単純に説明できないんですよ。はい。説明したらファンが離れていく可能性を感じ取ってるんじゃないですかね。もしくは、エリートとの兼ね合いもあるのかなというふうには思ってます。いろいろね、エリートとの契約の内容とかでいろいろ言えること言えないことがあって、だから言えない。つまり説明しちゃダメなんですよ。海外戦略について。おそらく日本のファンはがっかりするから。うん。だと思ってます。僕はね。まあ違うかもしれないですけどね。はい。だから、ね、かたくなに海外戦略の骨子みたいなもの、どういう戦略でやっていくみたいなものを細かい部分を説明しないのは、うん、多分そういうことなんでしょうねというふうには思いました。もうつまり日本は別に重要視されてないんですよ多分ね。うん、わかんないですよ。うん、その今後どうなるかですからね。今感じてることだけで僕は話してるので、今後は僕の考え方も、その新日本がどんな風にやっていくかで変わるかもしれないですけど、多分ね、もう海外でどんどんやっていきたいはずだと思うんですけど、まあそうなった時に、まあさっきも言いましたけど、新日本プロレスっていう名前のプロレス団体がただ海外にあるだけで、試合の中身は多分新日本プロレスじゃもうなくなります。うん。おそらくね。選手が足りないんですよ。2大会、アメリカも国内も同日程で試合を
今後もね何回もやってきますよってなったらもう足りないんですよ、選手が今の状態でも多分ね。そうなってきたら日本国内はまずね、アメリカはアメリカのヤングライオンが試合をすると思うんで、日本では日本のヤングライオンがまず試合するでしょ。うんね、うん、ベテラン選手たちが国内で試合するでしょう。うん、でも多分トップ4と呼ばれている選手のうち日本工業に参加するのってもしかしたら一人かもしれないですね。それ以外は全部アメリカみたいな可能性ありますよね。うん、いやーこのだからね、不安っていうか、もうやっぱりねあんまり過度な期待をね新日本プロレスに、あ、そのあれですよ、僕が言ってるのはそのオールドスクールと呼ぼうって言ってたようなその気持ちの高ぶりとか揺さぶりとかが試合の中でちゃんと出てくるようなもののことを言ってるわけなんですけど、そういう試合を多分する選手っていうのは本当にいなくなってくるので、だからそのオールドスクールが好きな新日本プロレスはやっぱり徐々に色あせていくのはもう間違いないと思います。なのでオールドスクールの皆さんはね、あんまりもう新日本プロレスに期待することはないのかなっていう気がしてますね。だからまあ、あ飛んだり跳ねたりとか、あやってるなぐらいな感じでプロレスを見るっていうスタイルぐらいに気持ちを留めとくのがいいのかなって、なんかすごい最近思ってます。うん、なんかすごい気持ちの揺さぶられる試合とか、そういう気持ちが高ぶる試合とかね、選手のバックボーンがそれぞれあってそれを戦わせるとか、そういう試合をが新日本プロレスだって僕は思ってたんですけど、おそらくこのやり方をしていけばそんな試合は生まれるわけもなく、でもどうするんでしょうね。もしこれいう状態になって日本がネクスト化したらですよ、テレビ朝日ももう放送してくれないんじゃないですかね。まあいらないってことですよね。つまりね、放送されなくなっても大丈夫な基盤をアメリカで掴むってことですよね。だから多分エリートたちはもうアメリカ専属みたいな、アメリカの新日本プロレス専属みたいな。で、激しい試合をリング上で、新日本プロレスの素晴らしさはリング上にあるらしいので、まあそこで激しい試合を常にやっていくってことでしょ。だからドラマとかもう何もないんだなみたいな試合しかないんだろうなって、多分やるとしても無理やり作って、もう何の縁もゆかりもないやつら同士に無理やりストーリー作って絡ませてとか、あーみたいな感じなんだろうね。だからへーって見てるぐらいが一番いいものなんでしょうねみたいな。だからもうしばらくしたらもしかしたらね、もう試合会場に行くとか、まああんま意味がなくなるね、団体になっちゃうんじゃないかなみたいな。なんかそれだったらもう他の団体にを見た方がもしかしたら面白いかもなーみたいなね。全日本プロレスとかの方が熱い試合やってるぜとか、いやいやノアも負けてないぜとか、いや DDT は今よりもっとすごい面白くなってるんだけどとかいう感じになっちゃうのかなみたいなね。もうだから新日本プロレスは来年はもうちょっと静観っていうか様子見でも、ビッグイベントだけは、多分ビッグマッチと呼ばれるようなものだけは、多分、目玉どころの選手は必ず現れると思うので、まあ、それを考えると、もう本当、ロードトゥーなんとかってついてるような地方巡業は、地方巡業に行くよりかは、もうビッグマッチ限定で狙って行かないと、メジャーどこの選手に会えないっていうことがもう起こり始めるんですよねっていう気しかしてないです、僕の中では。うん、
なので本当ちょっともうビッグマッチに行く以外新日本プロレスは楽しめないという可能性が出てくると思います。まあ別に2軍だからあの悪いとかっていうことじゃないですよ。2軍だから悪いとは思わないんですけど、今までその各地方巡業とかに全て出てきてたくれたようなトップ選手がもう多分出てこないことがどんどん増え始めるってことだと思うんですよ。なので残念ながら地方民の皆さん、まあ私も含めて地方民なんですけれども、もう地方巡業に行くのは行くよりかはもうお金を貯めてビッグマッチ限定で狙っていった方がいいと思います。そしてそのビッグマッチのチケットでなるべくいい席を取るためには、対戦カードは決まらない状態でしかほぼ買えませんのでファンクラブの状態だと対戦カード決まってない状態でチケットを取りに行くので、まあ正直誰が出るかわからない状態で、ロイヤルシートとかそういったところに高いお金を払う必要が出てきますので、そこはある意味こうギャンブルをね常にしていかないといけないっていうですね、新日本プロレスを見に行くのにねギャンブルが必要になるというですねことが起こり始めましたね。はい、まあこれはでも実際はどうなるか分かりませんので、まあそのニュービギニングの対戦カード発表されたりとかねいうのを見ながらまあ考えていかないといけないんでしょうね。いやー本当にこの海外戦略っていうのは何のために誰のためにあるんでしょうね。まあ少なくともこの海外戦略っていうもの自体はもう国内のファンのためにはないということだけはまあ間違いないと思います。だからまあ皆さんがねもうね、皆さんがこうどんな希望を抱いてるかはわからないですけど、本当にこの海外戦略っていうのは要注意だと思いますよ。でしかも新日本プロレスをそのまま届けるわけじゃなくて、もうどう考えても海外用の新日本プロレスを届けに行くわけですから、それだったらもう完成されてる WWE 見た方がいいだろうし、まあそれだったらもう新日本プロレス、海外で新日本プロレスに入ろうっていうことじゃなくて WWE に入ろうって、でそっちで成功するように頑張ろうみたいにやった方がね、お金の面でもいいわけですから、そういう選手が増えてきてもおかしくないし、昔ながらの新日本プロレスやらないんだったら俺まあ別にもうそれだったら誘われ WWE から誘われたらね、もう WWE に行っちゃうよみたいな選手の流出も逆に言うとすごく多くなる可能性もあるし、だからまあこの日本国内興行もネクスト化されるわけ、ネクスト化していくんじゃないかなとは思いますけど、まあアメリカの新日本プロレス自体も WWE のネクスト化する可能性はものすごくはらんでるなっていう気がします。多分新日本プロレス、わかんないですけどね、海外の人はもしかしたらね、そういう別にバックボーンのドラマがどうたらこうたらとかいうような試合が好きなわけじゃないかもしれないですからね、ただ戦っててすごい試合がして、すごい技をバチバチやってて、わあ、こいつら死ぬかもしんねえのにすげえ技やってんなぐらいな試合の方がね、もしかしたら魅力的なのかもしれないんで、それはわかんないですけど。でももしそういう試合がね、魅力的ということであれば、ケニー・オメガとかは本当うってつけの人材ということですので、まあ、海外戦略にはやっぱり欠かせない人物ということであるのかなというふうには思います、はい、いやー本当ね、またねこれはあかんですな、いろいろモヤモヤすぎてもうちょっとね語りたいことがありすぎて動画がもうどんどん長くなっていって本当に申し訳ないです。皆さんこの長時間お時間いただいてですね、まあ皆さんも思うこと、特にねこのニュービギニング日程開催とかについては国内ファンは思うこと結構あるんじゃないかなと思うので、まあぜひよろしければコメント欄にねコメントいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。